コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、こちら、はい、出ました。 SMSP からゾロ十郎1回5000円、はい、こちら出ましたんでね、やってきました。はい、自分はね2回ほど予約してたんですけれども、本日取りに行ったんですよね。はい、なのでもう余り物だったんですね、最後。はい、なのでもう選ぶ余地もなくっていう感じですね。はい、なのでまあこの2つ残りの2つが何だったかっていうことなんですけれどもね。はい、こちらいきます。ベロってめくったらポン B、 はい、オリジナル。はい、オリジナルカラー。まあ一応ちなみに私はね D 賞狙いだったんですけど、まあもちろんないよね、 D 賞はね、ロットに1個しかねえもの。はい、なので D の次はもう A だったんですよ。はい、なので次の1枚ペリペリっとめぐったらボン、はい、ブラシ。はい、A 賞ブラシ。なんとかね、第二目的だったブラシゲットできました、 A 賞。はい、なのでね、今回はこの AB、 はい、このね0102を開封していきたいと思います。はい、まあ、一応ね自分的には1の A がね、 A のブラシがすごい出来良さそうなんで、とりあえずオリジナル、はい、原作カラーバージョン、こちらからね見ていきたいと思います。はい、ではね箱を出して開けて見てみたいと思います。はい、一応ね中出しましたが、やっぱりねブリスターじゃなくて普通の袋でしたね。まあ、やっぱりコスト削減ですねこれはね。では早速ね袋の状態まで持っていきたいと思います。はい、袋の状態ですね。はい、まあ、普通に刀と下半身、そして上半身に持ち手が2つで補助パーツ、はい、といった構成ですね。はい、ではねもう組み立てちゃいたいと思います。俺は楽しむ時間なんてねえんだよ。はい、組み立て終わりました。ではね見ていきましょう。まずは B 賞から。はい、いや、いい、かっこいいですねゾロ、やっぱいいね、ゾロはかっこいい。いや、意外にこれ造形がよくできてますよ。うん、こうね補助パーツがね、なんかこういう風に凝った造形になってますけどね。うん、筋肉質な体、すっごいよく再現されてます。後ろから見てもかっこいい。ちゃんとねこの着物のねこういうグラデーションもちゃんとね再現されてますね。このシワの感じとかも、うん、よくできてる。でね、ここはちょっとふんどしなんですね、やっぱね。問題ねえよ。はい。B 賞はね、ただね、まあ、難点を言えば、
肌が白い。なんかね、やっぱ単色なんだよね、うん、そこがちょっと他の A 賞とか D と比べると、情報量が少ないかなっていう感じかな、うん、まあ、造形は一緒なんでね、うん、カラーリングの好みでしょうね、もうここまで来るとね、はい、ただやっぱでかいじゃ重いですね、中身はスカスカじゃない、うん、ちゃんと身が詰まってる感じにずっしりときます。はい、 B 賞。はい、続いてね、もう A 賞も組み立て終わってますんでね、紹介しちゃいましょう。 A 賞はこちら。はい、いやー、わかりますかね、もうね、 B と比べると明らかに色が全然違うんですよね。ちょっとね、 B と比べると褐色肌みたいになってる。はい、でね、そう、 B と比べるとやっぱりね、なんかこう色の深みがねあるんで、うん、なんかこっちの方がよく見えるんだよね。うん、なんかこう暗い色と明るい色のね、うん、コントラストもねちゃんとはっきりしてるんで、情報量があるんですよね、 A の方が、うん、顔もね、やっぱかっこいいな。やっぱね、こう鼻とかもね、やっぱ色がはっきりしてるんで、なんかね立体感があるんですよね、うん、なんかそういうのも含めるとやっぱりね、 A の方が自分は断然好みですね。いや、これはいいな、かっこいい、うん、まあ D を見てないんで何とも言えませんが、うん、下手したら A の方がいいかもしれないよねっていうぐらい、なんかすっごいよくできてる A は。いや、これはいい。ではね、こちら綺麗な背景にして回転台座にね回して一体一体ね見ていきたいと思います。
5000円のね、アミューズメント一番くじ SMSP からソロ十郎、はい、こちら A と B01 と02、こちらをご紹介してきました。はい、まあね、好みは分かれますね。カラーリングによって好みは分かれると思います。はい、なのでね、一概にこっちの方がいいとかそういうのは、ちょっと私の方からは控えさせていただきたいと思います。はい、まあ、ぜひ気になった方はね、手に取って見ていただければなと思います。はい、まあね、今だともうオークションとかね、フリマアプリとかだとね、下手したら定価以下で買えちゃうんで、はい、ぜひね、気になった方は購入してみてはいかがでしょうか。ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。あともう一つのチャンネル、ゴズの準備部屋ホビー総合チャンネル、そちらの方もね、動画アップさせていただいております。ぜひね、チェックされましたらそちらの方もチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。